地にずっと住んでたんですけど、あの盆踊りって毎年やるんですよ、夏、はい、そこの目玉が50円の味噌おでんだったんですよ。でラスト1本しかないよって言われて、っていうのが、その味噌おでんを買ったんですよ。なんかそいつが昔言ったんで、思いっきりもう壁焼きやろうぜって言ったら、の味噌おでんダンと当たって、ラスト1個の味噌おでん僕が落としちゃったんですよ。で超泣いて、もう収拾つかないと。たら、じゃあ、君のお父さん呼ばれて後日ボコボコにされたと思うんですよ。お父さんに？はい。セカンドバックで。いや、それ言ったらうちはもう、俺小4の時にクラスに番長がいて、はい、クラス中の男たちは本当そいつの家に呼ばれて宿題やらされたり。で、時々先生休みの日あんじゃん、小学校って。はい、で、先生が来ない自習になると必ずも番長が前出て、お前ら、端っこからクラスの好きなやつ言えっつって。ユニさんも言ったんですか。言わされたよ。高橋さんっていう人だった。高橋さん。確か高みんな嫌だなあいつと思って、逆らえないしなっつって、遠足があったのね、学校の、はい、遠足から帰ってきて一回教室に入ってお別れ会で解散ってなったの、うん、その時に番長が校門着いた時にバババって教室走ってって、番長がなんかトイレ我慢してて、トイレにね、番長がこぼしたうんこがボタン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 で、トイレなさ、うわ、番長うんこ漏らした。その日から番長が、ね、失脚したの。うわ、急にリアルな事件だな。うんこ漏らしたよ。で、何が悲しいってさ、番長が廊下に漏らしたうんこをさ、やっぱその一番の子分が掃除してんだよね、小学生で。本当に俺それ見て、うわ、こいつなんて悲しいんだと思ってさ、いつもあんなに嫌な目に遭わされてんのに、うんこの掃除までさせられて、こう悲しいと思って俺はそれ見せたんだね。番長失脚。小学校の時の担任が中学になった時にニュースに出てて、女の先生だったんですけど、覚醒剤で捕まったんです。いやそれはちょっとすごいですね。本当は捕まってないですよ、一度も。捕まってないんかい。いや、話変わっちゃいますから。そうだろ。それで、あのどんな人だったっけみたいなことで思い出そうって言って、あの卒業文集の卒業生に送る言葉っていう、いっぱい出して読んだら、題名がみんなでジャンプだったんですよ。みんなで飛んでいけみたいな。私はなんか、あの音楽を聴いて踊るのが大好きですみたいなこと書いてるんですよ。強引に先生と薬物をくっつけてるんでしょ。この時からやってたんだろうなと思って。俺高校の時さ、はい、サンフランシスコ行ったのよ、うん、いいっすね。本当は、いや、もう全然行きたくないですよ、サンフランシスコ。いや、楽しかったけどな。楽しそうですね。俺は楽しかったけど。ほとんど使えない。